ジーザス・ジョーンズはイギリス出身の音楽バンド。1988年結成。1989年にデビュー。デジタルロックの先駆者的存在であり、テクノ、ハウス、ヒップホップ、ロックをミキシングした革新的なサウンドを作り上げ、一世を風靡した。1988年春に結成以前から共に、 音楽活動をしていたマイク・エドワーズと幼馴染みのジェーンがデモテープを制作。ブリティッシュ制覇を成しすぎたフードレコードに送り契約を果たした。その後メンバーを探し、同年11月にデビュー時のメンバーが揃う形となった。1989年2月にリリースしたシングルインフォ、フリーコにてデビュー。 フロントマンのマイク・エドワーズの華麗なルックス、メンバーの過激な入れたちにスケーターファッション、メッセージ性の強い皮肉を聞かせた、歌詞、ロックに、ハウスやテクノをふんだんに盛り込んだ斬新なサウンド、ポップなメロディが話題となった。1991年にリリースしたダウトは、世界中で大ヒットし、100万枚以上のセールスを記録。グラミー賞にて、 ベストオルターナティブアルバムにもノミネートされた。ビルボード氏のアルバムチャートでは25位を記録。中でも、同アルバムからのシングルライトヒアライトナウは1992年、ビルボード氏のポップチャートで2位、オルターナティブチャートで1位を記録、および、第34回グラミー賞のベストポップ、ボーカルパフォーマンスバイ、a、エ a d u オアグループにノミネートされた。ところが、 革新的サウンドを追求したサードアルバムパーバースのセールスが伸び悩んだあたりからバンドは暗黒期に突入する。1980年代ポップスで多用されたデジタルサウンドは1990年代に入って以降は次第に時代から取り残されイギリスではブリッドポップと呼ばれるムーブメントが主流になる。デジタルサウンドとは 対象的なシンプルなサウンドが受け入れられ、ジーザス・ジョーンズの音楽性は完全に忘れ去られてしまった。このアルバムは、ビルボード誌のアルバムチャートで59位、シングルのザ・デビル・ユーノーは、同オルタナティブチャートで1位を記録した。1990年代後半になって、デジタルロックという流れが、細々と再浮上し始めた頃、ジーザス・ジョーンズは、元祖デジタルロックと扱われることもあったが、 再ブレイクするまでには至らなかった。1998年にはドラムスのジェンが脱退、公認としてトニー・アシーが加入する。2014年ドラムスのジェンがバンドに復帰し、オリジナルメンバーが結集した。2016年には翌年春に新アルバムをリリースする予定であることを発表し、それに向けたクラウドファンディングを展開した。 2018年4月20日に17年ぶりの新アルバムパサージュをリリース予定。ホテイともやすはマイク・エドワーズと交流があり、お互いのライブにゲスト出演したり、1994年には日本でジョイントツアーを観光するなど進行が深かった。ホテイはパーバースのライナーノーツも手掛けている。ホテイのソロキャリア初期におけるデジタルサウンドは、 ジーザス・ジョーンズからの影響を多分に受けており、エドワーツも、固定モデルのテレキャスターを好んで使用している。フォースアルバム、オールレディー、固定のアルバム、ギタリズム3、キングクイーンやシングル、ラストシーンでは共演も果たしている。 http://www.metrolyrics.com/1992-grammy-awargs.html.http://www.bilboard.com/. アーティスト・オン・ヘスス・ジョーンズ49、4932HTTP コロンスラッシュスラッシュ、www.billboard.com スラッシュ。 アーティスト・オン・ヘス・ジョーンズ、百三十二 h t、TP、ht ht t p コロンスラッシュスラッシュ www.rockontenet.com スラッシュグラミースラッシュ po p g r o u p h t m l h t t p コロンスラッシュ www.billboard.com スラッシュアーティスト・ヘス・ジョーンズ 4932http コロンスラッシュスラッシュ amass.jp スラッシュ80868スラッシュ http コロンスラッシュスラッシュ amass.jp スラッシュ100638スラッシュありがとうございます。